山田バサラにサラバンジタより、おはようございます。沖縄市在住、誰が読んだか心優しきパンクロッカー、山田バサラでございます。今まで25回サラバンジタより投稿していたんですが、考えたら僕自身の自己紹介をやってませんでしたので、今日はですね、山田バサラってヌーヤルバーガーということで、だいたい3分半ぐらいでわかる山田バサラの自己紹介動画にしたいと思います。僕の音楽活動を始めたきっかけは19歳の頃です。当時東京の大学に通っておりまして、そこで渋谷アピアというライブハウスで、アコースティック専門のライブハウスでオーディションを受けて音楽活動を始めたのがきっかけです。それから新宿の歌舞伎町とかですね、あとは多摩センター、多摩市にあります多摩センターというところでストリートライブをしておりました。で、音楽で身を立てたいと思っていたんですが、結局怠けてたんですね。ふらふらしてるうちに、実家からちょっとお母さんが、母が、体調が悪い、倒れたということで連絡がありまして、沖縄に戻ってきました。それからもう沖縄でしばらくふらふらしてたんですが、昨日の動画でも少しユンタクおしゃべりしたみたいにですね、前島アートセンターという美術団体と出会いまして、その美術団体のですね、前島アートセンターにはとても頑張ってる若手のアーティストがいまして、僕も触発されて、もう一回僕も音楽活動を頑張ってみようと思って始めたのが山田バサラの、再スタートという感じでございます。その時期ですね、FM タマンという沖縄本島の南にあります糸満市というところのコミュニティラジオで、番組を持たせていただくことがありました。5年半、FM タマンでお世話になりました。それと同時にですね、僕は、うるま市石川にあります小菊農家さんでですね、お世話になりまして、その農家さんで従業員をしたのが僕にとってとてもなんか、鍛えられたんじゃないかなというふうに思っております。よくですね、ツアーに行くと、バサラさんってどういう意味ですかと聞かれることがあります。バサラというのはですね、室町時代にですね、社会に反発する輩のことをバサラモンというふうに、呼んだそうです。そしてなんかサンスクリット語なんかでですね、バジャラとかっていうのでですね、ダイヤモンドという意味がありまして、なんか社会に反発するダイヤモンドって結構かっこいいじゃないですか。かっこいい名前でですね、つけました。しかしもうなんか今はですね、もうなんか意味がどうのこうのっていうよりも、アキラさんみたいにですね、山田バサラさん、でいう感じで覚えてもらえたら非常に嬉しいでございます。多い時にはツアー回り、年間100本ぐらい、北は北海道から南は九州、沖縄までやってる時期がありまして、ちょうどこれが、その時期ですね、2012年ぐらいですけれども、これ見たら11月の27日のうち24日間は、ツアー回りをしていたということがありまして、もう一回ですね、こういうツアー回りもう一回やってみたいなというふうに思っております。よくツアーに回るとですね、バサラさんってやっぱり南国の顔してますねとかですね、アクセント沖縄ですねって言われる。僕はあんまりそういう自覚がないんですけれどもね、この顔でですね、なんかこの動画を見てですね、山田バサラのこの内の恥を見てですね、このコロナ禍もですね乗り切ってなんか笑ってくれたら嬉しいでございます。なんかちょっと髪がおかしいな。はい、じゃあそんな感じで山田バサラ、どうぞ初めての方も、今までもお世話になっている方もごひいきにチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではサラバンジニンニンニン。